真っ白ページめくる飛び出す彩り弾ける万華鏡の風景気づけばストーリーはまだぎこちなく始まったばかり深呼吸をもう一回旅する風大丈夫だった？みんなに言ったこと？あれ？持たせてよ、彼氏の特権で。彼氏？よし、ゲット。ああ、逆だよ。私が助けてもらってるのに。特権だよ。黒沼の役に立つのは俺の特権ってなわけで、ほい。やっぱりもう一個は私が持つよ。そしたら一緒に捨てに行ってもらえるし。なんかみんなの前でごめんな。隠したくなくて、モヤモヤした噂になる前にはっきりさせておかなきゃと思ったんだ。俺が黒沼を好きだってこと、付き合うこと、もう変な誤解でごちゃごちゃしたくないんだ。だから。それ以前にみんなの前で告白しちゃってんだけどな。いや、それはやろうと思ってやったんじゃないけど、ごめん、恥ずかしいよな。ううん、ありがとう。嬉しい。伝えようとしてくれているんだな、ちゃんと。私にも周りにも。よかった。うわミステの隙にまでメモリアウト。なんだこのキラキラは。きれい。おい、ちょっと来い。三浦の代わりにみっちりと掃除させてやる。風早く。お前は来んな、意味がない。いいか、世の中には幸福があれば必ず不幸が同じだけあるんだ。おい、こんな嘘、今一緒にいた。本当に本当だったんだ。ショック、本気だったなんて。風早、彼女が欲しかっただけだよ。きっとすぐ別れるって。今の状況、自分の気持ち、これで二人とも公認か。なんかちょっと寂しいかも。けど沢子のこと攻撃してくんのがいなかったのは良かったわ。うん、あん時みたいな連中も絡んでこなかったしね。そうね。陰で泣いてる子はいるかもだけど。ああ、私もそっちの気持ちはわかるかな。ん？あ、いやいや、違うのよ。別に沢子がどうつう意味じゃないから。うん、誓わないよ。夢みたいで、浮かれて、風早くんの顔ばかり思い浮かべて、次に浮かんだのは、くるみちゃんの顔だった。くるみちゃんだけでなく、ただショックな人もいて、その気持ちは全部、
ほんのちょっと前の私の気持ちで、その気持ちの上に今私が立ってる。振られたけどちゃんと間違いなく伝えた。あの言葉がなかったら、くるみちゃんがいなかったら。ライバルでしょ。サワ、私行ってくるね。え、どこに行かせてやんなよ。くるみんとこでしょ。あ、サワ子、私気持ちわかるから言うけど、こればっかりは本当どうしようもないの。あんた悪くないの。それ忘れんじゃないよ。けじめ大事だよね。けじめ、地図の大好きポイント。彼女って本当に、ちょっと前から噂あったよね。こんなことになるならあの時にもっときつく、今からでも言っとけ。何がおかしいのよ、くるみ。そんなんだから風早に好かれないのよ。何喧嘩売ってんの。元はといえばあんたから聞いたよね、貞子の噂。あんた私たちを利用したんじゃないの。そうよ。だってちょうどよかったの、私と同じくらい姑息そうだったから。自分から風早に告白もできないのに、沢子ちゃんに嫌がらせはできちゃうんだもん。何さ、そんなの。あんただって一緒でしょ。一緒よ。沢子ちゃん以外はみんな一緒よ。くるみちゃん。貞子、どうなの。ちょっと本当なの、風早のこと。なんでなのよ。ありえないし、弱みでも握ってんの。あれでしょ、吉田って野郎が。そんなの今まで。そんなの。うるさい。いい加減にしてよ。ごちゃごちゃ言って情けなくなんないの。風早が決めたことよ。何よ偉そうに。あんたそんなこと言える立場、噂の出どころのくせに。風早に言ったらどうなるか分かってんの。言えばいいじゃない。それを言って風早にどう思われてもいいなら言えば。なんで今さらってきっと思うよ。そしたらあんたの下心もきっとバレるよ。下心持ってチクるようなタイプ絶対大っ嫌いだよ、風早。ついでに言うと、沢子ちゃんに何かしたらきっと風早許さないと思う。絶対許さないと思う。ちょっと話は終わってない。くるみちゃんのライバルは私なので。な、何、彼女になったからっていい気に。うっす。よ、吉田、あんたまだ風早のこと？そうよ、悪い。てか何、みんな好きだったの？誰かのものになっちゃうなんて。しかもなんで貞子。ちょっとマジで言ってよ。ゆかに悪いし。知らなかったんかい。んじゃ何、相手がくるみなら諦めついたの？それともあんたたちの中の誰かならよかった？んなもん、んなわけないでしょ。別にまだ好きでも悪くないよ。悪くないけど、長い片思いが偉いわけじゃないじゃん。何もしないのって引きずるよ。自分に決着つかないもん。悔いが残るのは何もしなかったからじゃないの？それを棚にあげて沢子に文句つけるのは違うんじゃないの？大体風早なんて夢も。
あんたたちもさ、もともとは沢子に文句とかそんなんじゃなかったんでしょ。ただ風早のこと好きなだけだったんだよね。周りの評判とか関係なくさ。それきっと風早も同じだよ。周りの評判で女を選ぶ男じゃないんでしょ。そういう風早だから好きになったんでしょ。そういうの本当は全部分かってんでしょ。悔しかったり、でも風早の幸せ願いたかったり、複雑だよね。ねえ、そんなに意地張んなくても悲しんでよくない？まずは風早のためじゃなく自分のためにさ。よかったな、翔太。龍、どうもな。え、いや、俺何もやってねえけど。いや、話聞かせたりとか。俺にはどう考えても MVP 俺だろ。はい、ありがとうございます。ふん、ありがとうございます。なんだかんだ言ってピンの言ったことに考えさせられたとこもあるんだ。サンキュー。だな、あれだぞ、お前の知らないところで黒沼にナイスアドバイスかましたりもしてたんだぞ。何してくれてんだよ。本当にもう黒沼に余計なこと言うのはやめてくれ。あ、大事にしたいんだよ本当に。よかったじゃねえか、ちっぽけなちっぽけな告白ができて。話聞いてねえだろ坊ちゃんよ。恋愛はな、最初に告白するやつだけが本命と戦えんだよ。2番目3番目以降のやつは戦う資格すらない。てなわけで黒沼に本命が現れたらその時は頑張りたまえ。どういう意味だよ。翔太、ファイト。何？風早くんに告白したよ。付き合うことになったよ。何よ、自慢しに来たの？客だったらきっと報告してくれた。言ったよね、よかったねなんて言わないよ。うん、絶対してくれたから。他にはない、報告だけ。沢子ちゃん、言ったよね、私はちゃんと伝えたって。沢子ちゃんがいたからよ。沢子ちゃんがいなかったら私は風早に気持ちなんて伝えられなかった。振られたけどね。沢子ちゃんがライバルでよかった。
聞いちゃったさっきの貞子ちゃんとの会話。何よ。いや、ちょっと意外だったかなって。そうね、罵られる覚悟で来たみたいだし、そのつもりだったけど。あ、そうなの。何も言わなかったから。貞子ちゃん、ありがとうとかごめんねとか言われたらぶっ飛ばしてやろうかと思ってたんだけど。例えばさ、俺が貞子ちゃんとうまくいけばとか思わなかったの。あんたじゃ無理よ。ひでえな。無理なのよ。風早が私を好きになるならとっくになってる。頑張ったって無理なのよ。実際全然違うんだもん、他の女子と沢子ちゃん。あんな顔するなんて知らなかった。あんなだなんて知らなかった。嫌でもわかるわ。風早が私を好きになることはこれからもないよ。風早が一番嫌うことを私がやったんだもん。風早にあんたは無理よ。あんたあれだね、私が男だったらよかったのにね。そしたらあんたの汚いところ全部わかってやるのに。余計なお世話よ。これでようやく終われるんだなと思ったらちょっとほっとしただけ。意外なことばっかだったな。ん？風早はめっちゃ聡子ちゃんラブだったし、くるみは思ってたより不器用だったし、聡子ちゃんは思ってたより可愛かったし、好きになっちゃう前でよかったかなって思ってる自分が一番意外かもな。マジで？マジで？やめてよね、もううちの子にちょっかいかけんの。かけないよ。あ、彩音は思ってたより優しいよね。どういう意味だ。何も言えなかった。何を言ってもダメな気がして。私が沢子でも同じようにしたと思うわ。かけられる言葉なんてないもん。くるみちゃんがいたから。くるみちゃんがいなかったら、くるみちゃんがライバルでよかった。どれも本当だけれど、どれも私が言える言葉じゃない。お、リュウ。じゃねえ、サワ。え、何？いいから。じゃな、ショタ。ああ、ああ、そういうことか。うん、よしよし。あ、そういえば千鶴。うん？好きだよ。え、ちょっと、びっくりするわ。一応な。今さら知ってるって。それぞれの立場のいろんな人のいろんな気持ち。また明日。うん。風早くん。うん。でもない。沢子ちゃんがライバルでよかった。大事にするよ。大事にする。絶対に。今日
っと待たせちゃった、ごめんなさい。いや、俺が勝手に早く来ただけだし、実は緊張のあまり早く起きちゃって。私も。この辺にしよっか。あ、どっか倒れるんだ。映画館とは違うよね。それからこれはバレンタインに渡せなかったチョコレート、今まで渡したくて渡せなかったプレゼント。おいしい、すごい嬉しい。彼女の仕事もまだ何もわからないけど。黒沼、仕事じゃない、仕事じゃないよ、そのままでいてよ。夢中してるかな、幸せで、幸せすぎて早く時間が通り過ぎたらいいって思うの。早く一緒にいることが普通になれたらいいって。そんなもったいないことできないよ。ごめん、俺ばっか好きだと思ってたのに、俺ばっか嬉しい。風早くんが私と同じ気持ちを言って